わざす。エフラン大学生ボットモザイクです。今日はですね、三上東大退学させられた男っていう YouTuber と東大の学費反対デモについて話していきたいなと思います。なんか東京大学、まあ、日本で一番有名で偏差値の高い大学なんですけど、この大学が国立の大学なんですけど、まあ、国立の大学って結構ね、30年前、40年前に比べるとだいぶ値上がってて、東大に関してもその数十年前に比べると値上がってたんですけど、確か2000年ぐらいから、まあ、値上げは止まってて、一応学費の価格変化グラフ、推移グラフみたいなのを見るとずっと据え置きだったんですよ。それがついに値上げするって発表して、まあ、すごい反対のね動きが起こってて、まあ、それに対してデモとかも起きてるんですよ。でもこれに対して僕のポジション的な話を示しておくと、まあ、確かに、まあ、そもそも東大って既得利権じゃんみたいな批判がねあって、いや東大生ってさ、そのブランドもあるし、あと就活でも、ね、使えるし、そういうさある種特権階級な人間で、で結構実家のね環境が良かったりする、そういう人間が、まあ、学費上げるって言ってそれでさデモを起こしてんなんてさ、お前いい加減にしろよみたいな、学生運動かぶれがみたいなことを言ってる意見もあって、まあまあまあ確かに僕も東京大学にいじめられてる人間とも言えなくはないから、そういう意見もわからなくはないんですけども、まあ、やっぱりすごい世帯年収がその高くない家庭から東京大学に進学する人とか、まあ、やっぱりその家庭のね環境とかって人それぞれなので、まあ、もちろんね東大生の親のなんか平均年収がなんか900万みたいな、平均世帯年収だとかちょっと忘れちゃいましたけど、まあ、そういうね、まあ、データもあるぐらい、まあ、非常にまあ裕福な家の人が多いとは思うんですけど、まあ、全員が全員そうじゃないじゃないですか。まあ、だからそういうね、まあ、誰が怒ってるのか分かんないですけど、でも結構すごいバイトも入れてみたいな人もいるんで、まあ、そういう人が怒るのはまあ仕方ないんじゃないかなっていうぐらいのまあポジションですし、まあ、正直東京大学の学長が対話対話って言って、なんか全然交渉の場ではありませんとか、なんかいろいろへりくつこねって対話しようとしなかったりとか、まあ、そういうのはなんか日本の縮図、なんか日本のなんか政治家を見せさせられてるような感じで、なんかキモいなっていうふうには思います。はい。で、なんかこれが僕のポジションです。で、じゃあこの三上って人は誰なのかっていうと、まあ、東京大学を休学と留年をした結果、なんかその在任の期間を超えちゃって、で、退学が決定したんだけど、まあ、それをなんかその自分自身のチャンネルのブランディングに使ってる、まあ、ベンチャー起業家で、まあ、ちょっとね、サムネとかタイトル、動画見てみると、まあ、ビジネス系特有の、なんていうか、まあ、ちょっとその特有のね、ちょっと懸念味あるものの、まあ、今結構伸びてる、まあ、YouTuber です。はい。で、まあ、イケメンでね、で、まあ、退学させられたとはいえ、まあ、東大生で、で、まあ、年収20億あるっていう、まあ、それ、まあ、ある種人生の勝ち組なんですけど、まあ、その人が最新の動画で、まあ、今、東大学費反対デモっていうのがあって、その学費反対派と、大学側が、当局側が、なんかその、話し合いするみたいな、その場所に、まあ、潜入するっていう動画を、まあ、おそらく再生数欲しさですよね。本人全く興味ないと思います。この学費反対でも、それに潜入するっていう動画があって、まあ、見てみたんですけどね、なかなかひどくて、もうね、ずっと冷笑してるのよ、学生運動。で、まあ、正直ね、この冷笑してる内容に関してもね、ポジショントークだなって思った。うん。言ってはないよ。本人は言ってはないけど、まあこの人さ、起業してて、まあお金もあるからさ、まあ年収20億って、サムネにデカって書くぐらいだから、このぼかしを貫通してね、著作権保護のぼかしを貫通して20億って出るぐらいだから、もうお金あるのよ。うん。だから正直そのお金ない人の気持ちが、まあわからないとまでは言わないけど、まあ今現時点ではまあお金っていう余裕があるのね。で、その上、東京大学からは、そのよくわかんないルールで退学させられちゃってるから、もう東大生の経歴使えないし大卒も取れないっていう、もう東大側にはなんかそのあれがないのよね、メリットがないっていうか、だから別に学費が上がろうが、だから学費は正直ね、極端な話来年から10倍になりますとか100倍になりますって言っても、まあ、この人にはまあそもそも金あるけど全く関係ないのよ、まあ、だからもう言いたい放題言えちゃうんだけど、なんかいやー学長はねまともだね、しっかりしとらねみたいな、なんかでもデジャブだな。なんかこんなこと言ってる人いたら、なんか結構権威主義者のね。まあわかるよ。その、ちゃんと仕事してるっていう、そういう意味ではまともかもしんないけど、いや、まともだね、とか言って褒めちゃって、ちょっと逆張りしちゃって、まあその方が確かに動画的にも面白いからっていうのはあるのかもしんないけど、
いやーとか言って、なんか学生が笑ってんのさ、あれちょっとキモいよな、みたいな。まあ確かに、なんかその学生運動特有のなんか内輪乗りに入ってけないなーっていうのはわかるし、まあその学生もね、東京大学のことちょっと半分冷笑してるっていうか、まあなんで学生が笑ってたかっていうと、その対話の時に、いやその来年度から学費を上げるってことを、まあこの場で、しないっていう風に言い切れますかみたいなこと言ったら、いやそれは検討します検討しますみたいな、もうずっと検討しまくるのよ、もう岸田総理かよみたいな、そのレベルでずっともう検討します検討しますみたいな、ずっと検討しますって言ってるから、もうあまりにも検討しすぎて、その検討っていうワードで学生笑っちゃってるんだけど、まあまあ気持ちわかるよ、うん、笑いたくなっちゃうよね、うん、でそれに対して自分の権利だけ主張して、相手がうなんか相手があれ応じてくれないとそれを笑うってさ、もう悪い東大生の見本だよねとか言ってたけど、いやお前も東大退学させられそうになってる時にその学生からめっちゃごねてたやんみたいな、お前も自分の権利主張してるやんみたいな、まあまあ笑ってはないけど、それしかも動画のネタにしてたやんみたいな、すごいなっていう風には思ったんだけど、でもうその時点でだいぶ俺のフラストレーションも溜まってて、まあわかる、なんか冷笑したくなるのはわかるけど、もうなんかどんだけ冷笑すんだよって思ってたら、なんかね東大生でこのその学費のデモの場所にもいて、でかつこの三上っていう人のなんか企業のインターンに参加する学生がほっと出てくるのよ。でこの学生がなんかめちゃくちゃ大人 で俺は感動したのね、まあ、この学生はどういうことを言ってたかっていうと、まず1戦目になんかあれ何言ってるかよく分かんなかったよねみたいな、この三上が振るのよ。でベンチャー企業の社長だからさ、自分がこれからインターンに行く先じゃん、無限できないじゃん、だからまあまあそうっすねみたいな、あの場にいましたけどみたいな、うん、で、いや、よかったわ。なんか反対派とかが、インターン来るとかだったら俺困っちゃうよ。はぁ、とか言って、また三上がさ、ちょっと、ポジションをちょっとパワハラとまでは言わないけどさ、その自分の立場さ、があるからさ、こうやって、年下のさ、これからインターン来る人にさ、ちょっと押し付けるっていうか言ってて、で、その、まあ、インターン学生のことインターン学生って呼ぶけど、そのインターン学生も、あぁ、みたいな。いや、でも、わかりますけどね、気持ちを、とか言って、どういうことかっていうと、いや、なんか、急にね、反対派の気持ちもわかりますよ、みたいな。急に学費値上げさせるとか言われたら、みたいな。それは怒る気持ちもわかるし、うんって言って、じゃあ反対派の学生とか友達にいるのとかって、ああ、まあ、そういう人もいますし、いや、それはそれ正しいと思いますよ、みたいな。うん。で、やっぱりこの問題の解決策っていうのは、やっぱりその、東大生の、東大生って言っても、いろんな家庭環境の人がいて、やっぱり収入が高い家から結構たくさん取って、まあ、そういう家って本当に、もう、無尽蔵にお金があるような家もあるんで、そういうところはたくさん取って、で、それで分配するような形にすれば、今回みたいな一括値上げじゃない形にすればいいんじゃないですか、みたいなことを提案してて、わ、こいつ大人だなっていうか、まあ、ちょ、動画に映るし、しかも、インターン行く先の人がいるから、ちゃんとそういう人の機嫌もちょっと取りつつ、かつ、なんかそういうなんかその、今の起きてる問題に対してフラットな、特にその自分とポジションが、その人は別に学費は、学費値上げ反対派ではないのよ。ただそういう人が周りにいて、そういう人たちにも理解しつつ、その解決策っていうのをすごい、その超短時間でこう提示してポンって言って投げられる。まあもちろんそれを実行できるかどうかみたいな、そういう問題あるかもしれないけど、まあ、なんか共産党の言う、まあ富裕税的なね、まあ共産党って言葉にちょっとアレルギーのある人いるかもしれないけど、まあすごい、まあだから世帯収入なんか2億とかさ、まあ2億はちょっと言い過ぎかもしれないけど、世帯収入何千万とかそういう家から、ちょっとっていうか結構多めに学費を取って、いやその代わりその世帯収入がちょっとそんなに多くないような家とか、まああとまあちょっと個別だよね。でもちろんそういうのってさ、例外とかいろいろあると思うから、いや、実家太いけど親お金くれないですとか感動されてますとか、まあそういうなんかその個別にはまた対応みたいな。そういうことすれば、まあ今回のようなね、まあ多分ね、多分っていうか普通に値上げはね、まあ来年度からかは知らないけど、まあ何年か後にその値上げってのは決行されると思うんだよ。でまあこう三上が、いやなんか、どうせその在学中変わんないでしょみたいな。その値上げっていうのは入学のなんとか契約がどうのみたいに言ってたけど、なんかそれもちょっと、どうなのかな。途中から値上げみたいなね、あり得るからね。うん。で、あとやっぱ東大が値上げするって結構大きくて、やっぱさ、なんだろう。iPhone、ちょっとスマホの話になって申し訳ないんだけど、iPhone にレンズが3つつくかどうかってめちゃくちゃ重要なのよ。なんでかっていうと、Android の携帯って iPhone の、基本的に iPhone の追従するから、iPhone がレンズ3つつけたら、Android のスマホもレンズ3つつけるのよ。これ何が言いたいかっていうと、東大が学費上げたら、他の国立大学も同じように、右になれ。で、学費上げる可能性もあるし、まあ、私立はね、元から高いけど、まあ、そういう影響があるから、まあ、だから、どうなのよっていう気持ちはわかるというか、
楽器上げてほしくないっていうのはわかる。まあでも、そもそもね、そんなこと言うんだったら、その、なんかその、確かね、学生の仕送りの額とかって、バブルの頃よりも確か下がってるんじゃなかったかな。なんか学費は上がってんのに、なんか学生への仕送りのお金っていうのが、全然上がってないみたいな、なんか問題になってたんだけど、まあ、それの背景は、まあ、親が意地悪になったっていうのは、まあ、っていうわけではなくて、単純に今、労働者の給料、賃金が、日本はあんま上がってないっていう問題が、まあ、そういう問題も出てきちゃうんだよね。だからそういう結構さ、問題がいろいろあるんだけど、まあ、この人はさ、まあ、正直もう稼いでるから、まあ、そういう社会問題関係ないのよ。もう自分が稼いで、もう、勝ち組。まあ、東大卒のやつは失っちゃうけど、まあ、この東大生でいられる何ヶ月間は、この東大のね、経歴使って YouTube バズらせて、フォロワー増やして、まあ、あの、起業家兼インフルエンサーみたいな。人生勝ちました、人生上がりました、みたいな。まあ、そんな感じなのよ。それがちょっとね、っていう。いいんだよ。やってていいんだよ。それにこの人が起業したのも、まあ、すごい努力とセンスの、ちょっと問われたけど、結晶だと思うから、まあ、それを否定するのもどうかっていう意見もわかるし、まあ、やってていいんだけど、なんか感じ悪いなって思っちゃいました。はい。皆さんどうですか？学費、東大の学費値上げ、どうでもいいですか？賛成ですか？それとも反対ですか？まあね、ぜひね、コメント欄に書いていただけるとありがたいです。では、お疲れ様でした。ではまた。